日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー28が25日、同局日曜朝の情報番組、週1、毎週日曜前7時30分、内でレギュラー出演している安村直樹アナウンサー35が、他の番組ロケで左手の薬指を複数箇所、脱臼骨折したことを報告した。写真、週1で SixTONES に直撃する安村直樹アナ。 番組終盤に岩田アナは、ここでお知らせがありますと切り出すと、レギュラー出演している安村アナウンサーなんですけども、他の番組のロケで左手の薬指を複数箇所、脱臼骨折するなどけがをしましたと伝えた。続けてその手術と療養のため、番組をしばらくの間、お休みをさせていただきますと報告。MC の中山秀幸、57、も安村に向け、とにかく、 しっかりと直してねまたスタジオで待ってますんで